これから2015年度青山学院大学社会情報学部統計入門3年生再履修クラス第4回の授業を配信いたします。第4回の授業については3回に分けて配信をしていく予定で、これは第そのうちの2つ目になります。最初の配信で確率についての基礎概念である標本空間ということを学習しました。 起こりうる実験の結果を起こりうる全ての可能な結果というものを並べ上げてそれを点で表すそのゼロの点について標本点について確率を付与するということでしたね。で今回この配信では排反の概念と下方定理を理解するという2つ目のところを学習していくことになります。 テキストは第5節ですね43ページの5節から解説をしていきますでここで考える確率は和辞書の確率というものです A1A2 この A1 と A2 は複合辞書だと思っておいて思ってください、まあ、あの単一辞書でもその特別な場合として構わないんですけども 下方定理で考えるとき一般には複合事象というように考えてください A1 あるいは A2 の A2 という複合事象があってそれを少なくとも一つが生じるという事象を和事象というふうに呼びます両方が同時に起こる必要はなくてどちらかが起こるということですねでこれを A1 or A2 あるいは この U というような文字ですね、アルファベットの大文字の U のような記号を書いて、A1 または A2 というように書きます。この U という形が出たときには、まあ、このままですね、A1 または A2、A1 は A2 というように読んでもらえばいいです。でこうした事象が生じる確率を P の A1 は A2 というように書くということですね。この確率の書き方はそんなに違和感はないと思います。 一つの複合事象の確率の時に p A1 というふうに書いたんですからその p A1 と書いてたところが和事象になればで当然 p A1 を a というように書くことになります。でこの加方定理ではですねこの a を a という確率がどのように計算されるかということを述べます。 そんなに難しくはないんですが一つ理解しておかなければ重要いけない重要な概念が互いに排反という概念ですこの2つの事象 A1 と A2 が一方が起これば他方は決して起こらないという性質を持つときこれらの事象は互いに排反であるというように言います、まあ、例をこれテキストに載っている例なんですけども2つのサイコロを投げて出た目の数の和が7になるという事象 <laughs> まあ7になるというのは <laughs> 4と3とか2と5のように複数の単一事象の集まりですね、えー、複合事象 A1 これを A1 として和が11になるという事象の方を A2 というふうに呼びますとこれらの事象は互いに排反である、えー、つまり表の出た目の数が7になったっていう時にですね同時に11にもなったということは起き,起きないわけですねでもちろん和が11になったっていう時に えーとその出タの目の和がならでもあるということはもちろん起きないわけでこのように一方が起これば他方は決して起こらないという性質を持つときに互いに背反といににとううように呼びます先ほど考えた和辞書の確率ですね A1 は A2 の確率というのはこの2つの辞書 A1 と A2 が互いに排反ならばすごく簡単な計算になります。 PA1 プラス PA2 PA というようにそれぞれの複合事象の足し算で計算ができてしまうということですね。単一事象の確率が全て等しいという単純な場合つまり N 個の標本,か標本空間が N 個の点から構成されていてそれぞれに N 分の1という確率が付与されるというような単純な場合を考えてみましょう。まあ、もちろん、えー このような単純な場合以外にもですねこの過方定理というのは成り立ちますが一番単純な場合で考えておいてみましょう図の4ですねテキストは図の4を見てください44ページ A1 に当たる標本点と A2 に相当する標本点があるとでもちろんどちらにも当てはまらないもの標本点も他にあってですね標本空間には全部でぬこの点があると。 いうことでですねでこれらすべての標本点はその起こる確率が等しいと <laughs> します。でそうすると,、えー、と A1 であるか A2 であるどちらでもよいという確率は全体の標本,標本点の数が N 個ですね。そして A1 に相当する A1 を構成する複合辞書 A1 を構成する標本点の数が N 括弧 A1 あります。それから 複合事象 A2 を構成する標本点の数が N カッコ A2 だけありますので A1 は A2 の確率は N 個のうちの NA1 プラス NA2 というふうになりますね。で、これはまあ簡単にこう分けて書くことができてこれはそれぞれ何だったかというと結局 N 分の,の NA1 というのはこれは A1 の確率であり N 分の NA2 というのは A2 の確率でしたからこれらのような確率の足し算。でつまり2つの事象が排反であれば 和辞書の確率、PA1 和 A2 はそれぞれの確率ですね、A1 の確率と A2 の確率の和になるということ、これが過法定理というものです。でこの A1 と、まあ、前も見た、なんかこんな足し算の話を聞いたことがあるかもしれないと思う,思う,、えー、と思うんじゃないかと。でそれは、実は第4節の時に複合辞書の確率っていうのは、それを構成する 単一のの確率の和であるとといいうことを言いましたね。加法定理の特別な場合っていうのがあれですね、えー、と複合事象の確率っていうのがそれぞれのある,る A1 という複合事象はこれ,あるどのこ,のこれらの単一事象から法制されてますよっていう時にその単一事象の確率を全部足したもので良かったわけですから、まあ、これは加法定理の特別な場合だったわけですね。 えと例題で、どの部分にこの加法定理が使われているかを見ておきます。これはあの前回から使っていた簡単な例題ですね。10本のくじのうち3本が当たりであると。A さんが最初にくじを引き、次に B さんがくじを引きますと。B さんが当たりをくく引く確率はいくつか。引いたくじは元に戻さないものとすると。でこれは えとこの A が当たって B, B さんが当たるかあるいは A さんが外れたんだけど B さんは当たるかのいずれかの場合があります。B さんが当たるというのはこの2つの場合のいずれかですね。でこの A 当たり B 当たりという確率と A 外れ B 当たりという確率がそれぞれどのように計算されるかということはこれはあの次の授業配信で情報定理掛け,、ね、け算の定理情報定理として学習します。が今ははこれは 10分の3かける9分の2という計算で A が当たって B が当たるという確率が分かり10分の7かける9分の3で A が外れて B が当たるという確率がわかるというように受け入れておいてください。でこれらが計算されたとしてそのあとですねこれら2つの事象は互いに配反ですよね A が当たって B が当たるという事象と A が外れて B が当たるという事象は決して同時には起きないわけですね。 A さんが当たって B さんも当たりましたっていう時に A さんはもちろん外れてないわけですからこれら2つの事象は互いに排反であるですね。ということが一方が起ればもう一方は起きないということですからこれは下方定理によって B さんが当たる確率はこれら2つの確率の和であるということになるわけです。でこの例題の標本空間はこのようになっています。A さんが当たり外れ いずれのかの場合があって、b さんが当たりと外れずれかの結果があるので、えー、可能なあ。事象の組み合わせが4通りあるということですね。<laughs> で、これら4つの事象は全部互いに廃反になります。えっ、ー、とちょっと注意しておきたいのは <laughs> まあ後でも述べますけど、この4つの点はですね。えっ、ー、と全部確率が4分の1となっているわけではありません。えっ、ー、とそれぞれ異なった確率が割り振られますが、えっ、ー、と4つの点があるというのは、まあ分かりやすいと思うんですね。 で全部これ排反な事象だ互いに背反な事象それで今 <laughs> 知りたいのはこのうちの2つの点ですね A3 たりで B3 たりと A3 外れで B3 たりのこの2つの標本点これらが B3 が当たるということに合致するわけですから。 でその時にこれ互いに配反ですからそれぞれの標本点この2つの標本点それぞれに付与されている確率の足し算になるということですねこれが例題の標本空間です <laughs> でこの例題では10本のくじが元々あるわけですからえこれら10本のくじ全てを区別してやるとえこの標本点は90個打たれる標本空間が 構成されることになりまして、えー、各標本点には9分の90分の1という確率が付与されますが今提示した標本空間はその90個の点をですね、えー、同じカテゴリーの結果つまり当たり外れに関する結果でまとめて全部で4つの標本点に置き換えたんですね、えー、とまず最初は全部区別しておいてそのこれらとは一緒に考えていいと一緒,一緒の同じ事象というふうに考えますというように、えー、区別をしないことにする点をまとめたというように考えられます。 これめんどくさいんですけども、えっと、こういったまずあの全部を区別した標本空間を考えておいてその後これらはあの同じ区別しないことにしますというふうにしてまとめるという考え方ですねこれは結構あの大事です確率の問題でわからなくなったら区別できるものは全部区別する方がまあいいんですね <laughs> でまとめた後はそれぞれの標本点に付与される確率はまとめられた点の数に対応するわけです。もし10個まとめればその確率は90分の10ということになりますね。でこうした標本空間まとめた後なんですけども4つの場合があ4つの点にまとめたんですがこういうのはですね樹形図というものを書くと、えー、この確率やその可能な結果の全体というものがわかりやすくなります。 つまりまず最初に引く A さんが A が当たりと A が外れの場合があるというようにこのように木の枝のように分岐させるんですねでその当たり外れのそれぞれの場合について A さんの当たり外れそれぞれの場合について B さんが当たるときと B さんが外れるときがあるというんでまたこう木の枝を分岐させるの樹形図というように言いますね可能な結果は全部で4通りあるんだと そして、えー、とここではまあ確率をすでに付与してますけれども <laughs> A さんが当たる確率はもともと10本あって当たりは3つですので10分の3ということは外れる確率は10分の7ですねこの枝分かれのところで確率の足し算をすると1になります10分の3たす10分の7で1ですね。で A さんが当たりの場合について、えー、上,の上側ですね上半分これが B 当たりと B 外れに枝分かれする。 ということですね A さんが当たったあ、えっとは今くじが引いててくじの数は9本になってます9本に減ってて A さんが当たっちゃってると当たりはあと2本しかないので B さんが当たる確率は9分の2外れる確率は9分の7ですこの9分の2と9分の7を足すと1ですね枝分かれのところで確率を足すと1になりますから外れた場合ですけども外れた場合もやはり次 B さんは当たるか外れるかのどちらかがあってくじの数は9本に減ってます A さんが外してますのでまだ当たりは3つ残ってて A が外れた後にこの時に B さんが当たる確率は3 9分の3で B さんが外れる確率は6 9分の6で足すと1になってるということですね。でこのような樹形図を書くとその標本空間といったものがまあ分かりやすくなりますこの標本空間では10個のくじ全部は区別してなくて当たりか外れかということだけを区別してるんですね。 はいでえっと、次回からは、次回は最後の配信では、あの授業情、情報定理ですね、情報定理というものについて解説をしていきます。えでは、第4回の授業の3回の配信の2つ目は、これで終わることにいたします。